うわあ、随分立派な家なんですね。司法書士ってそんなに儲かるのかな？お黙りなさい。車の中で言ったのが演技でなければ、ここからは警察官として毅然とした態度でいなさい。吐き捨てるように注意を促しながら呼び鈴を鳴らすと、ほどなくして家の中から峰岸さんが姿を現す。ああ、警察の方ですか。先日はお見苦しいところをお見せしました。いえ、こちらこそお忙しいところ申し訳ありません。お決まりの挨拶こそ口にしているが、峰岸さんの風貌は以前にも増してやつれている。ろくに食事や睡眠をとっていないのだろうか。まぶたは腫れぼったくなっており、一見整えられた髪の毛もところどころ乱れたままになっている。心配する声をかけることすらはばかられてしまうというか、この状態では下手な慰めは逆効果でしかない。一刻も早くシオンさんを見つける以外に、峰岸さんに安息を与える方法などありはしないのだ。そちらの方は、以前はお見かけしませんでしたが。ああ、申し遅れました。ゆえあって今回の事件に捜査協力することになりました、羽黒刑事です。あなたね、いい加減になさい。警察には刑事なんて階級はないの。ちゃんと巡査部長と名乗りなさい。え？そんな。あれってドラマの中だけだったんですね。しょんぼりとした様子で落ち込む羽黒さんの姿を見ていると、さっきの信頼は勘違いだったのではと思えてしまう。先輩、本当にこの小僧は信頼がおけるのでありましょうか。いやいや、大丈夫ですよ。普段は内勤ばかりでしたけど、久々の外勤ですし、ちゃんとお役に立ちますよ。羽黒さんの場合は勤続年数的に中堅に入る方だ。内勤が多かったというのならば、この張り切りようもうなずけてしまう。とはいえ、若干空回りしている感はあるが。とにかく上がっていただけますか。ここですとまた近所の噂になりますし。僕たちはシオンさんにたしなめられる形で玄関先に上がると、羽黒さんの要望により、再びシオンさんの部屋を訪れる。なるほど。ここが被害に遭った峯岸しおんさんの部屋ですか。これはまた、随分と贅沢していますね。ちょっと羽黒さん、その話は。風見先輩、気を使っているのはわかりますけど、これは重要なことですよ。過去の被害者についても、お金を持て余してブティックに通い詰めているのは同じでした。けれど、恵まれた環境で育つと、子供はつけ上がります。そうね。そういう子供は自尊心が高くなり、他人の痛みが理解できないようになる。だからこそ勝手気ままに振る舞い、どんな方便を並べ立てても自分の利益だけしか考えない。まさに、峯岸シオンであり、篠田真由美でもあるわね。珍しく羽黒さんに賛同する形で、鴨泉警部補が見解を述べると、峯岸さんは気まずそうに目を伏せる。否定はしません。あの子の、シオンの父親は、まさに、そんな男でしたから。峯岸さん、辛いのでしたら、無理はされない方が。いいえ、私が隠し事をすることで、捜査が進まないのなら、何の意味もありません。あの子を見つけるためだったら、親として、できることは何だってしてみせます。以前と違い、気丈に答えると、峰岸さんは一呼吸置いてゆっくりと語り始める。シオンの父親はおっしゃる通り、この上なくいい加減な男でした。私の目を盗んでは、他の女性に手を出して、シオンだって自分の好みに育てたいからって甘やかして、私にばかり辛く当たって、
最低な男ね。どうしてそんな相手を伴侶に選んだのか、はなはだ疑問ではあるわ。私も、その、女ですから。若い頃は、あの人の自信あふれる姿に惹かれたのです。ちょっと悪いぐらいの男に恋をして、痛い目に遭ってから悲劇のヒロインを気取る。女性にはありがちな話ですよね。ハグロ君、あんまり女をバカにしないでちょうだい。はーい、以後気をつけます。心ない一言に一瞬言い淀むものの、鴨泉警部補の助け舟により、峰岸さんは言葉を紡ぎ出す。かつてシオンさんが男友達を家にあげた際の激怒。今更ながらにその理由が納得できてしまう。羽黒さんの言い分も一理あるが、こういう時はやはり同性の方が気を使えるのだろう。否定はしません。若い頃は私も愚かだった。あんな男に子供を育てる資格なんてない。だからあの男と離婚して、シオンの親権を勝ち取って、私が司法書士を目指そうと思ったのもちょうどその頃です。世の中には育児能力のない夫に親権が取られて悲しむ母親がいると聞いて、自分にも何かできないかと考えて。大変だったでしょ、高齢から司法書士を目指すのは。並大抵の努力ではかなわないわ。ええ、昼間はシオンを食べさせるためにパートをして、夜の間に勉強して、実際なった後でもその忙しさは変わりませんでした。けどこんな生活がいけなかったのでしょうか。私は仕事に追われるだけで、シオンについては家の鍵と食事代を与えるだけ。こんな生活じゃ家に着かなくもなりますよね。自重気味に力ない笑みを浮かべると、峰岸さんは握った拳をわなわなと震わせる。今彼女の中はふつふつと最愛の娘への怒りがこみ上げているに違いない。そう思い止めに入ろうとする僕を制すると、鴨泉警部補は黙って首を横に振る。親として子供を放っておいたのは私の責任です。けど、それでも私は必死だったんです。なのにあの子は忌々しいあの男に似てきて、どんどんいい加減になってきて。化粧を覚えるのだってもっと大人になってからでもいい。どうして今やる必要があるのですか。男性付き合いだってもっと大人になってからでいいのに。それなのにあの子はどうして自分が他人を不幸にしてるって気づかないの。勝手をしている限りは必ず誰かが不幸になっているのに、無自覚に他人を足蹴にして、これじゃあの男と同じじゃない。私はこんな風に育てたかったんじゃないのに。私は愛していたはずなのに、どうしてこんなにあの子が憎いの。どうして。そこまで話し終えてうずくまると、鴨泉警部補は傍らに座り込んでそっと肩に手を乗せる。期待をことごとく裏切り、自分と向き合おうともしないシオンさんへの苛立ち、親としての無償の愛情と娘を憎む心、一見女性としての嫉妬に思えた心の奥底では相反する二つの感情に苛まれていたのだろう。だからこそ峰岸さんはこんなにも悩み、どうしようもなく弱さを露呈している。親の心こしらずとはよく言うし、僕だって自分の親と向き合っているとは言い難い。けれどシオンさんは自分がどれだけ峰岸さんの心の支えであったのか、少しは気づくべきではないだろうか。もう大丈夫です。ご心配をおかけしました。
やんわりと鴨泉警部補に会釈をすると、峰岸さんは肩を落としたまま僕の顔を見据える。一つ謝らなければいけませんね。これだけ問題だらけなのに、家では問題がなかったなんて言ってしまって、今更ですが、その言葉を撤回させてもらえませんか。どうかお気になさらないでください。親として子供をかばうのは当然のことですから。いいえ、すべては世間体を気にしてのことです。先に聞いた通り、私は決して褒められた親ではありませんから。そんなことないであります。それでも峰岸さんは立派な母だと思うのであります。小暮さんの励ましに峰岸さんは祈るように両手を重ねた。では改めて失踪当時の様子をお聞かせいただけますか。今更なのですが、原因はきっとあのメールのことだと思います。メール？それは携帯メールのことですか。いいえ、 SNS と言うんでしたっけ。そういうネットで日記を書けるサービスに娘は加入していまして、よく男性からメールが来るらしいんです。 SNS？ 何でやりますか。それはソーシャルネットワーキングサービスの略称ですよ。ブログに代わる手軽なコミュニティツールとして普及しているんですけど、小暮先輩は知らないんですか。アイドルのブログなら知ってるのでありますが。知っておいて損はありませんよ。手軽に出会いは得られますし、何よりログイン時間がこまめなほど相手は寂しがりってことですから。頭をひねる小暮さんに対し、羽黒さんはリスクが少ないなどと説明を始める。僕も正直さっぱりだが、そんな個人が特定できそうなものを利用して危なくないのだろうか。携帯電話を持っていると友人とつながっている気がするというが、ネットサービスにもそういう心理が働いているから、シオンさんも利用しているのかもしれない。それで、その SNS にどんなことが？詳しくはわからないのですが、しつこい男性から連絡が来ただとか、いきなり警察を呼んでとか。いきなり警察とはね。内容がよほど凄惨なものだったか、あるいは峰岸シオンがその男に危害を加えられると自覚していたのか。この場合はどちらかしらね。とにかく内容を見せてもらってよろしいでしょうか。シオンさんのパソコンでそれは確認できますか。ええ、これもどこかの男性からもらったようですし、パスワードなんてかかってなかったはずです。部屋の片隅に無造作に置いてあるノート PC を手繰り寄せると、峰岸さんは慣れた手つきで電源を入れる。静かな部屋の中に低い機械音を響かせながら、ほどなくして PC は起動画面へと移行する。確かブックマークに入っていたはずですが。そのメールは峰岸さんご自身も確認されたのですか。はい、シオンがあまりにも警察沙汰に従っていたもので、私も見てみました。それでつい頭ごなしに言ってしまったのです。いい加減なことばかりしてるからそんな目に遭う、自業自得だと。正論ね。全く非の打ち所のない意見だわ。けれどシオンには理解してもらえませんでした。そのまま言い争いになって、あの子は飛び出していったきり。どうせすぐ帰ってくると仕事に戻ったら、それっきり行方がつかめなくなって。それが3日前からの失踪ですか。はい。どうして疎ましく思われるのか、私には理解できません。
手探りでブックマークを一つずつ確認していくと、やがてオレンジを基調としたひときわ明るい画面がモニターに映し出される。娘が出て行った後に一度確認したのですが、確か受信箱に、あ、これです。メールフォルダを開き、最新の内容をクリックすると、僕たちの前に恨みが込められた内容が一気に表示される。宛先、シオン。日付、2008年。19時52分。差出人不明。件名、殺してやる。おいこら、どうしてくれんだよ、この豚女。てめえに捨てられたせいで、うつ病で通院する羽目になっちまったじゃねえか。なんで俺ばっか散々な目に遭わなくちゃいけねえんだよ。ふざけんな。てめえは付き合ってる時も別れる時も好きなようにしかしなかったのにな。どうせ今は俺のことなんざ忘れてのうのうとしてんだろ。俺だけが我慢してたらこのありさまだ。本当にお前、どれだけの人間を不幸にすれば気が済むんだろうな。自覚がないからって何でも許されると思ったら大間違いだ。こんなんならいつ誰に襲われたってしょうがないよな。それが当然の報いだからな。絶対に許さねえ。犯罪者だって責任を取る世の中なのに、結局てめえは何の落とし前もつけず、謝りもせずに、あっさり俺を捨てやがった。人がこんなに苦しんでても、どうせ責任なんて感じてないんだろう。てめえはいつも口だけで、誠意一つ見せたことないもんな。自分が一番可愛いてめえのことだ。どうせ何もしないに決まってるけどな。どんなに人を苦しめても、上っ面のごめんで許されると思ってるんだもんな。ほんと、俺を含めてお前を心底憎んでる奴って何人いんだろうな。ここまで憎まれる最低な女もそうそういないわ。外見ばっか気にして、中身はとんでもない性格ブスだもんな。てめえみたいなゴミクズに苦しめられるのは、今までの男と俺だけで十分だ。頭丸めて土下座でもしろ。気が済むまでサンドバッグにでもなりやがれ。ちゃんと納得する方法で落とし前をつけない限り、俺は絶対にお前を許さない。必ず報復してやる。一生呪ってやる。お前が不幸になるように一生呪い続けてやる。呪ってやる、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 呪ってやる。なんでやりますか、これは。小暮さんと同じく、あまりに凄惨な文章に言葉を失ってしまう。知識の上ではストーカーがどういう存在か理解をしていた。だが、それと思しき人物が書いた言葉を前にすると絶句しかできない。文面を見る限り、かつては恋人関係にあったはずなのに、今となっては憎むべき対象でしかない。人間とはここまで歪んでしまうものなのだろうか。報われない愛情は行き過ぎると限りない憎しみへと変貌する。この男に何をしたか知らないけど、これまでの話を聞く限り貢がせた挙句に捨てたのでしょうね。文面を見る限り、付き合っている最中は相手に徹底的に尽くしていたようね。意思を尊重し、自己を抑え、欲求さえも我慢し、それが恋人に最悪の形で裏切られた。だからこそ、行き場を失った愛情は憎悪になり、そのまま峰岸シオン当人へ向けられることとなった。なんとも救われない話ですね。それに、このユーザー、とっくに退会してるみたいだし、痕跡を残したくなかったんですかね。退会、なんでありますか、それは。文字通り、このネットワークサービスの利用を停止したってことですよ。
一応サイバー犯罪としての対応もするべきでしょうが、この分じゃ登録情報も嘘ばかりで構成しているでしょうし、利用元を特定するのは難しそうですね。あの、もういいでしょうか。正直見ていてあまり良い気分はしないもので。辛そうに画面から目をそらすと、峰岸さんは青ざめた顔で小さく手のひらを握りしめる。娘に命の危険が迫っているのに何一つできることがない。親としてこれほど無力感に苛まれることはないだろう。配慮が足りませんでした。まずを借りますね。記入されたメッセージは凄惨なものだが、その横にあるスクロールバーが気になり、画面を下へ移行させる。これがあるということは、メッセージは終わりではないということだ。もしかしたら文末にさらなる内容が記されているかもしれない。空白の続くページをめくっていくと、やがて文末に一つのアドレスが貼ってあり、それが紫に変色している。押した形跡があるということは、シオンさんもこれを見たということでしょうか。おそらくね。風見くん、開いてみなさい。長いリンク先が表示されている部分をクリックすると、数秒の読み込みの後に今度は掲示板のような画面が表示される。お祭り実況、醜悪ビッチ女狩りゲームパート1。これから東京〇〇区に住むある醜悪なゴミ女を殺しに行きます。僕はこの女に散々もてあそばれて捨てられたかわいそうな被害者です。散々貢がされた挙句、トラウマがあるとかで優しくしていたら三つ股であることが判明しました。相手はナンパ男らしく、僕だけが何の関係もないまま遊ばれていました。別れ際には最初から好きじゃなかったと言われましたし、もう我慢の限界です。人の気持ちを踏みにじる醜悪女には死よ。何ですかこれ。峰岸さんは絶句するように息を呑むと、目が離せないまま呆然と画面を眺める。鴨泉警部補、これって。匿名での殺人予告ね。個人メールの分にはどうせ口だけだろうと鷹をくくっていても、こうして第三者を巻き込むことで犯行に信憑性を持たせる。どうやらこの男は峰岸志音を精神的に追い込んでから殺すことが目的なようね。ということは、つまり余震は身柄を拘束したとしてもすぐには殺さないということよ。それは本当ですか。本当なんですよね。ね。峰岸さんは目の焦点が定まらないまま僕につかみかかると、何度も肩を揺さぶりながら同じ言葉を繰り返す。落ち着いてくださいであります。とにかくこっちへ。本当にあの子は無事なんですよね。あの子は。小暮さんに連れられて部屋を出た後も、峰岸さんの悲痛な叫び声は止むことなく続く。鴨泉警部補、今のはあくまで予想でしかないわ。けれど可能性があるのは確かなことよ。僕たちにできるのは、そうなる前に犯人を捕まえることですね。二人の言葉に無言でうなずくと、マウスホイールを回し画面を下へとスクロールさせる。最初の書き込みのすぐ後には、刃物で刺し殺してやるなどと記されていた。10日と期限を設定しているのは、犯行を行うことにためらっているというより、その間にシオンさんを精神的に苦しめることが目的なのだろうか。そしてその下からは ID の違う書き込みが延々と連なっている。ひどいですね。こりゃみんな自分のことじゃないからって楽しんでますよ。そんなものよ。ここに書き込みをしている人間にとっては
他人事ですもの。実際に事件が起これば、退屈な日常に刺激を与えてくれた英雄と褒めたたえ、未遂に終われば臆病者と罵る。ネットやテレビを介して伝えられる情報は、社会的に現実でも、彼らにとっては虚構でしかないのよ。鴨泉警部補の無情なまでに真実を示した言葉に、兄さんから聞いた言葉が脳裏をよぎる。他人の不幸は蜜の味か。オルレアンの噂がそうであったように、どんなに時が経っても、人は他人の不幸を娯楽として悦に浸るという最低な行いから抜け出そうとしない。自身が犯行の対象となった時には、シオンさんのように被害妄想を訴えたり、世の残酷さを嘆くはずなのに。犯行を起こすことを期待する声、犯人を称える称賛の声、犯行を否定しつつも詳細な情報を求める声、犯人を無差別に応援する声、声、声、声。見ているだけで吐き気がするような声援の中でページをめくっていくと、その中に再び犯人と思しき書き込みが加えられる。明らかに面白がっているような書き込みの下には、まだ押された形跡のないアドレスが貼られている。こういう匿名性の掲示板において、迂闊にリンクを踏むと危険だと聞いたことがある。だが、今は少しでも手がかりが欲しい。心の中でシオンさんに謝りながら、僕は指先に力を込めてそのアドレスをクリックする。